月日に行われた起用戦5番勝負第4局で10連覇中の渡辺明38を破り史上最年少で6冠を達成した藤井聡太20史上初の八冠制覇に期待がかかるあえら2023年4月3日号の記事を紹介する今年度の藤井聡太はハートスケジュールの中叡王棋聖王位竜王王将を順に防衛 さらには、起用を獲得し、保持するタイトルは全部で6つとなった。7月以降はかなり、対局が多い時が続いたんですけど、その中で、勝負強く指すことができたのは、収穫だったかなと思っています。まだまだ実力的には足りないところが多いと思うので、立場にふさわしい将棋が指せるように、より一層頑張らなくてはいけないのかなと思います。藤井聡太。対局地の栃木県は、いちごの名産地としても知られる。 終局後、藤井聡太が贈られた6粒のイチゴには、祝六冠1、1プラス5イコール6と記されていた。六冠は、羽生善治九段、52に続いて、史上表二人目の偉業だ。羽生の六冠達成は、1994年、24歳の時。藤井聡太は、若干二十歳にして、史上最年少六冠という記録を作った。 藤井聡太のこれまでのタイトル獲得数は森内俊幸球団18世名人資格者52に並んで12だったそういった実績のある棋士の方の対局を見るとまだまだ学ぶところが多いのかなというふうにも感じています藤井聡太起用獲得で通算13期佐藤康光球団衛生棋聖資格者53に並んで歴代7位タイとなった 事前に収録され起用戦第4局と同日に放映された NHK 杯決勝では藤井聡太は佐々木勇気七段 A 久勝級により八段に昇段28を破り初優勝を達成史上初めて銀河戦日本シリーズ朝日杯 NHK 杯と早指しのトーナメント4期戦をすべて制することになった 要するに、藤井聡太は、今年度、途中で敗退した棋戦は、挑戦権を争うトーナメントの1回戦で、大橋機構6段、現7段、30に敗れた王座戦のみ、ほとんど完璧に近いシーズンだったと表現するのが適切だろう。6回連続で、勝率8割台。藤井聡太は、2022年度の対局を終え、成績は53勝11敗、勝率8割2分8厘。 将棋界では年度勝率8割台は数年に1回見られるかどうかというハイアベレージだ。過去に複数回達成した棋士は、羽生3回と中原誠16世名人2回75というレジェンドクラスしかいない。藤井聡太はそれをデビュー以来6回連続でやってのけた。形容すべき言葉が見つからない。改めて言うまでもないことだが、六冠の時点ですでに異業だ。 しかし、藤井聡太の場合、それが通過点のように思われてしまうのが恐ろしい。4月から始まる名人戦七番勝負では、藤井聡太が渡辺に挑戦する。藤井聡太には、史上最年少名人、そして羽生以来の七冠がかかっている。名人戦ですと持ち時間が2日制の9時間ということで、公式戦の中でも一番長い対局になるので、その点も踏まえて、しっかりいい将棋がさせるように頑張りたいと思っています。 藤井聡太。渡辺は4年に初タイトルの竜王位を獲得して以来、これまで無冠になったことがない。しかし、藤井聡太に、犠牲、王将、起用を奪われ、残す画像は名人のみとなった。渡辺にとって、相当厳しい情勢なのは間違いない。あれこれ考える時間もなく、次が始まりますが、まあ、その時の最善を尽くすしかないので、また頑張っていきたいと思います。渡辺のツイッター投稿から、 藤井聡太は保持したタイトルを失うことなく、名人を獲得し、さらには王座も獲得すれば、今週にも史上初の八冠となる。八冠なんて夢のようなストーリーであったはずだ。しかし、現時点ではもう現実的に想定し得る段階に入っている。藤井聡太自身は、そうした記録にほとんど興味がない。一方で感染者の多くは、そうはいかない。八冠なるかとドキドキしながら、藤井聡太の対局を見守り続けることになりそうだ。 ライター、松本白文。龍王のお仕事、白鳥四郎氏、初参戦、千田翔太七段に注目、どうトレーニングして、どんな方を選ぶのか、将棋アベマトーナメント。団体戦としては、6回目を迎える将棋の、早指し団体戦、アベマトーナメント2023のドラフト会議が、4月1日に放送される。14人のリーダー騎士が、今年もどんなチームを作るのか、 藤井聡太竜王、王位、英王、棋王、王将、棋聖、20を筆頭に、リーダーもおなじみの顔ぶれとなってきたが、今回からの新リーダーが、千田翔太七段、28段、同じ森信夫七段、71門下からは、糸谷哲郎八段、34、稲葉明八段、34という兄弟子2人も、リーダーとして参戦している。 雄氏を受賞する将棋ライトノベル竜王のお仕事の作者白鳥志郎氏は今回のドラフトにも興味津々だ団体戦となって4年目を迎えドラフト会議での指名も超早指しフィシャールールでの戦い方にも慣れてきた各棋士成績上位者がリーダーを務める分顔ぶれのほとんどが変わらないためどうしてもマンネリ感が出るところだがここに新たな刺激を加えると期待されるのが千田七段だ 白,志白鳥史郎氏以下白鳥千田先生がリーダーとして入ってきてくれて新陳代謝が起きました。千田先生は朝日杯将棋オープン戦の優勝もあり早指しの適性もありますがやはり AI 将棋ソフトにすごく強いところがあるのでどんなトレーニングを積んでくるのか楽しみです。AI も早指しだと反応が遅れることがありますし千田先生がどんな人をドラフトで選ぶのかも楽しみですよね。 控害室にパソコンを持ち込んで何かやってくれないかとまで期待してしまいます。先代七段といえば将棋界でも AI を取り入れた先駆者で藤井聡太竜王が奨励会三段時代にソフトのインストール方法から手引きしたというエピソードがある。早指し戦に適した戦術まで AI で調べきれるかは不明だが他の棋士にはない特色であるのは明らかだ。白鳥被害室でも AI の話題とか飛び交うんじゃないですかね。 パソコンで解析しながら戦略を立ててみたり。だからこそチームメイトにも AI のことを話せる方を選ぶんじゃないでしょうか。谷合博之先生4段は振り飛車党でチームとしての戦略も高まりますが、東大の博士課程で自作の将棋 AI も持っています。もう一人の仲間には佐々木祐樹先生8段を選ぶのでは 絶好調ですし、コンピューター将棋の大会の解説で、千田先生と一緒に出られたこともあるので、つながりもありそうです。続いて、他の森門下の予想もしてみた。特に注目しているのは、糸谷八段だ。例年インパクト抜群のチーム動画を収録して、ファンを楽しませるエンターテイナーだが、将棋でもいい被写を振り、飛車党をうまく織り交ぜたチーム構成で、好成績を収めてきた。 白鳥早指しのフィッシャールールにおいて、振り飛車というカードを相手にぶつけられるというのは、戦略が増えますね。糸谷先生はカードゲームもお好きですが、対戦カードを重視されるのは、そういう理由もありそうです。なので、早指しが得意な振り、飛車党は選ぶでしょう。それからどう,思うんだと、拒否者等党ですが、沢田慎吾先生、七段あたりでしょうか。千日手、持ち将棋をいとわない。これは正確だし、精神も鍛えられています。 長時間にわたる収録に耐えられそうじゃないですか。さらに上げるなら、大橋紀功先生、七段ですかね。勝率も七割を大きく超えています。公式戦は、い飛車が多いですが、明る流四馬飛車のような振り飛車戦法を開発した方で、やはりい飛車振り飛車両方させる。加えて言えば、対藤井聡太竜王の成績もいいですよね。2023年3月現在で、4勝2敗。居飛車振り飛車両方させるのは強いですね。 独特なファッションセンセスも映えそうですこのほか、今回から導入された個人賞は、最多対局、最多勝、最高勝率、予選で最も活躍した棋士、初参戦で最も活躍した棋士の5部門あるが、この候補には、順位戦 A 級入りを決めたばかりの佐々木勇気八段28、デビュー直後から勝ちまくっている、イケメン若手棋士、徳田健士四段25候補に出した。今年のドラフトは、どんなドラマが待っているか。 また、森門下のリーダー同士による、騎士の奪い合いは起こるのか将棋以上に読めないことばかりだ。アベマトーナメント2023第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり、今回が6回目の開催。ドラフト会議にリーダー騎士14人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。 残り1チームは指名漏れした騎士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人がエントリーチームとして参加、全15チームで行われる。予選リーグは3チームずつ5リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合はすべて5本選手の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1種子数ごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。優勝賞金は1000万円。